皆さんどうもこんにちは。今回はハーバード大学医学部の研究結果などをもとに睡眠の間違った常識4000について動画で解説していきます。では行きましょう。まず早速、当たり前ですが睡眠は超大事でございます。ただこの睡眠にまつわる誤った情報がまるで本当のことのように取り上げられ信じ込まれていることも数多くございます。そしてその誤った情報をもとに睡眠をとると睡眠の質はゴリックリに下がりますし、健康的じゃないよねといった目的でハーバード大学医学部、アリゾナ大学医学部といった睡眠のゴリゴリの専門家チームがおよそ8000以上のウェブサイトをチェックして、どれくらい睡眠にまつわる嘘が取り上げられているかをピックアップし、それぞれの誤った情報、悪影響が大きい順にランキング化してくれたものがございますので、特にヤバいものを睡眠の誤った常識ワースト4000として紹介させていただくと、第4位が寝る前はテレビでも見てリラックスしようぜということで、夜になると眠くなるという睡眠のリズムがありますが、これは人を睡眠に誘うメラトニンというホルモンが関係していて、メラトニンは強い光を浴びると分泌量が減り、反対に暗いところにいると分泌量が増えるため人は夜になると眠くなるわけです。ただ我々が大好きなスマホやテレビからはブルーライトがゴリゴリに出ておりまして、この光が目から入って脳に伝わるともう朝ですよ、起きましょうとびっくりな困った指令を与えます。そうするともちろん眠れなくなりますし、寝る前にブルーライトを浴びちゃうとたとえ8時間眠れたとしても疲れが取れず朝からぐったりしちゃうよ、どんまいと発表されておりますので、お気をつけいただければと思います。そして誤った情報第3位が、寝る時間帯は睡眠の質に影響を与えないということで、とにかく8時間寝ればいいんでしょと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、寝る時間帯を毎日揃えることも同じくらいに大事でございます。例えば自分が毎日8時間働くサラリーマンだったとして、9時から5時の8時間だって聞いてたのに、会社に着いたら今日は11時から7時の8時間でと言われたら非常に困りますし、さらに次の日会社に着いたら今日は勤番だから1時から9時でよろしくなんて言われたら、もうこの会社で働きたくない、辞めたいと思うかと思いますが、これと同じように我々の体も寝る時間帯をいつも一定にすることで良質な睡眠をとることができますが、今日はなんか夜更かししたいぜなんて言って寝る時間をコロコロ変えると、体の中の睡眠システムはまるでブラック企業で働くやる気ゼロのサラリーマンのような状態になって、睡眠の質もゴリッゴリに下がってしまいますので、お気をつけいただければと思います。そして誤った情報第2位が、眠れない時でもベッドの中でひたすら目を閉じ続けようということで、寝床に入ってもなかなか眠れないため頑張って寝ようとし続ける人は多いかと思いますが、これも睡眠の質を上げるためには絶対 NG でございます。研究者のコメントによると、起きたままベッドの中に居続けると私たちの脳は不眠とベッドを結びつけちゃうよとコメントしておりまして、眠れなかったという不眠体験がベッドとくっついてしまうと今日も眠れないんじゃないかと不安になって、どん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 不眠が加速してしまいますので、15分を超えても眠れなかった場合は一旦ベッドから出て違う部屋で読書をしたりして眠気を待っていただくことをお勧めいたします。そして誤った情報第1位が、いつでもどこでも眠りにつけるのは健康な証拠ということで、電車や公園ですぐに眠れるような人は少なからず存在いたしますが、これは健康な証拠どころかよく休息が取れていないサインでございます。研究者のコメントでも、いつでもどこでも眠れるような時は前の夜に十分な睡眠が取れなかった証拠だよと、体が十分な休息を取れていないせいでマイクロスリープと呼ばれる小刻みな睡眠に入ってしまうのだよとコメントしておりまして、これは例えば売れっ子のアイドルや芸人さんがあまりに忙しすぎて移動の時間や学園でのちょっとした空き時間にすかさず眠りについて、いつでもどこでも眠りにつける特技が身についちゃいましたとニッコニコでコメントしているのを見かけたりいたしますが、あの状態は健康的ではないよねというわけでございまして、いつでもどこでも眠りにつけるのはその人の体がどんな時でも疲れ切っているから眠りにつけるというわけでございますので、お気をつけいただければと思います。さらにですね、私自身毎日欠かさず行っている寝る前に5分あることをするだけでストンと眠れて、さらにはポジティブにもなってしまう行動を複数の海外大学の研究をもとに解説した寝る前に絶対にやるべき行動について紹介した動画をこの動画の概要欄などでぜひご覧いただければと思います。またですね、私が書いた理論上最強になる方法というのもございますので、興味のある方は概要欄のリンクからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。